皆さんこんにちは、呼吸学者石倉由伸です。今回のバーチャル呼吸トリップはですね、早速行きましょう。じゃん、これ池の中にある、これね、よく見ると噴水なんです。これね、長野県の懐古園っていうところなんですけども、去年の秋とか紅葉を見に行ったんですが、まあ、初めて行ったんだけど知らなくて、普通に苔もいっぱいあるんですよ、庭園だから。だけどこの池の前にちょっとこれ見て、これちょっと寄ってみてください。噴水よ、噴水、こっから出てんの、から上から出てるでしょ。で、これ上から出てるんだけど、これ苔噴水じゃないですか。だけど多分これはあれでしょうね、いつも水がかかってる状態だから、あのほらあれですよ、法善寺の苔地蔵と一緒で、みんながほら水撒いてるから、お地蔵さんが蒸すのと一緒で、ここもずっと噴水を絶え間なくやってるから、そこでこんだけ苔坊主っていうね、実際に苔が南極にいるんですよ。南極の水の中にドゥボーってなって、そんな感じの形、このだからこの原型でどうなってんだろうってね、もはやもう分からないぐらい、もしかしたらこのところに例えば白鳥の形とか亀の形があったのかもしれない。多分触ったらふかふかですよ。で、ただね、一つバーチャルコケトリップだからできるというのが、僕は今日この上に乗れます。乗っても違法ではありません、悪くもありませんね。ちょ、これでもう少し寄ってみましょうか。寄ってみた中で行ってみたいと思います。よし、いいね、いいね、いいね、え、高いところよいしょ、よいしょ、おーいっと、おーっと、ここだともう噴水が近いから、もう頭洗える感じよ、これ。だから噴水シャンプーだよね、これもう絶対やっちゃダメだからね。これバーチャルだから OK だから、うわ、これ水気持ちいい。これにちょっと座っていいね。ああ、こう水浴びて、ああ、これいいね。なんか苔山の大将みたいな感じだね。このぐらいバーチャルでちっちゃくなると、なんかちょっとした苔マウンテンだもんね。バーチャル、バーチャル、わあ。で、この下もね、鯉が泳いでるんですよ。ああ、いいね。これもうちょっと大きいアップのやつお願いします。うわよし、これなんかもうすごいね、登っていくね。よいしょ、よいしょ、登って、ちょっとてっぺんで、これだからあれだね、弾むで、ビュンビュンビュン、ちっちゃいの、高いところ、低いところ、ビュン。だんだんこれ自分の体力の問題だから、意外と疲れるんだよ、この苔と遊ぶのもね。眺めがいいね、いや、いいな、こういう苔とともにこう流れる、これ噴水、長野の海岸行った時絶対やっちゃダメなんですけども、バーチャルなら体験できるという。じゃあもうね、今回もまたこの苔噴水の上からお別れしたいと思いますね。それじゃあまた、バイバイ。うわ、気持ちいい。あ、水、あ、